伊万里トンテントン祭りは、佐賀県伊万里市で、毎年10月19日の神殿祭後の週末の3日間、行われる祭りで、御しと段車が、市内各所で激しくぶつかり合ういう操作が、特徴の祭りである。伊万里くんちとも言う。日本産大原化祭りの一つである。五国豊城を祈願する高立花神社と寮を祈願する戸渡島神社の祭礼争いが発端と、 する説が広まっている。1829年に、有田皿山大官が、領内の祭礼日を統一する、お触れを出したため、近接する、両神社のう子の間で、巡行の順序や担ぎ手の取り合いなどの揉め事が、発生し、やがてルールに基づいた喧嘩祭りへと発展したとする、ものである。一方で、1895年に、 日清戦争戦勝記念の祭りとして発生したと、する説もあるが、文献が残っていないために明らかになっていない。1962年に、戸渡島神社と、高立花神社が合祀して、伊万里神社としたことを機に、合戦のルール、担ぎ手の役割分担、参加者の禁止など制度を刷新した。1988年は、 昭和天皇の既得に再始君基そのものを中止した。2006年に男子高校生が男者の下敷きになり死亡する事故が起きた。トンテントン祭りでは当番町以外からの飛び入り参加を禁止しており、上記のように1962年から参加者の飲酒も禁止していた。また当番町の担ぎ手は保険に加入していた。しかし、 死亡した男子高校生は酒に酔った状態であり、当番町の担ぎ手でもなかった。この事故に伴いトンテントン祭りの中止について論争されたが、結局、翌2007年は合戦を中止し、2008年以降は、工人越しなどの市街地巡行のみを実施した。安全策を講じて再開する動きもあったが、死亡者の遺族が損害賠償を求める姿勢を見せたため、 合戦の存続を問う住民アンケートを実施した。その結果、2010年2月に合戦の廃止を正式に決定し、巡航のみを行うことになった。しかし、合戦を中止してからは、祭りの呼び物がなくなったために、観光客はそれまでの約15万人から3万人にまで激減した。その間、幕議合戦を行ったり、40年ぶりに、 三越行行を復活させたりしているが客足は一向に戻らなかった。それゆえ次第に地域衰退を危惧した市民らの合戦の再開を望む声が高まり、また県内外から1万人近い署名も集まった。このような動きを受け、2013年より安全性をより確保した上で、合戦より安全性を確保した上で、初めから倒す方向を決めた上で行う。 放納合戦も再開と川落としが再開されることになった。2020年は新型コロナウイルスの感染防止のため2期の三越が組み合う合戦を行わないことを決めた。合戦時は少なくとも80人が密集することになり万全な対策を講じることは難しいと判断したと話した。新時と三越巡行の一部は実施する方向で協議を進める。なお、 今里トンテントンはその祭りの性質ゆえ怪我人が絶えなかった過去があり、その度、怪我人を減らす試みが行われてきている。具体的には、1958年には、振る舞い酒の禁止、1961年には、合戦場所を縮小、1962年には、みこしの大きさを従来の半分にしている。こう立花神社は、法上を祈願する。 楠木正きの祖とされる、立花諸径を主神とする。祭りの当日は和魂を祭る、白神子市と新玉を祭る、皇神御氏を出す。合戦に参加するのは皇神御氏で、白神子市は巡行の戦闘を行く。と渡島神社は豊領を祈願する。玄海灘で遭難した足利高氏の船を暴風から救った神とされる。祭りの当日は和魂を祭る。 赤髪越しと荒玉を祭る、断舎を出す。合戦には、断舎が参加する。両神社はそれぞれ楠木正重と足利高氏に縁があることから、トンテントン祭りは南北朝時代の騒乱を模している。荒ミコしの掛け声、朝賛屋とは、朝廷に参じるの意味がある。合戦も、官軍の荒ミコしが挑発し、朝敵の断舎が挑むという、 後人五氏が主導するしきたりになっている。10月22日夕刻に伊万里神社を出発する。荒コ子と団社を先頭に、1から2時間遅れて白御子が巡行する。23日以降は、伊万里秋祭りも合わせて実施されるため、23日は、ワッショイパレードに参加する幼稚園児、小学生、24日は、伊万里総踊りに参加する、社会人の隊列が先導する。 巡行ルートはその年の出番町により頻繁に改定されており、ルートと合戦場は毎年確認を要する。荒みこしが先導し、団車が追う。荒みこしは長、長山や団車は、荒い大人の掛け声で進む。伊万里市内を回り、喧嘩祭りは24日夕方の川落としで最高潮を迎え、夜に伊万里神社へ帰って終了する。 本節では2006年まで行われていた合戦について記載する。合戦は初日に2回、2日目以降はおおむね5回行われる。荒ミコしは合戦場に着くと反転し、団車の到着を待つ。荒ミコしはキーワーエンカと団車を挑発する。団車はまだまだ閉じらす。睨み合いの間に観客からあおれあおれの掛け声が起きることもある。気を見て。 喧嘩大将が旗を上げ、合戦に入る。男車が仕掛け太鼓を撃つ。この早打ち三連打が、トンテントンの名の由来である。双方、構えろの合図で前進し、組み合う。全貌を組み合い、前傾した状態になったら、競り太鼓が打たれ押し合いとなる。相手方を倒したり、相手方に乗り上げたりした方が勝利。合戦直後、笛が吹かれた場合、担ぎ手は、 後人越し、断車から離れ、この間に、下敷きや振り落とされた担ぎ手の負傷者の治療や救護を行う。しかし、現場にて手に負えない場合に備え、市内の救急車が総動員され、各合戦場に待機している場合がある。救急車に乗せられた救護者は怪我の程度に関係なく、救急車で病院に搬送され、拍手で送られる。もちろん軽症の担ぎ手は、 治療後に合戦に復帰する。相打ちの場合は再び合戦が始まる。荒み腰が勝った場合はすぐに次の合戦場に向かうが、男者が追い大工を打って再試合を挑むこともある。それを受けるかどうかは、皇人ごしの喧嘩大将の再敗次第である。10月24日夕方に伊万里川の岸辺で行う最後の合戦。組み合って、双方とも伊万里川に落とし、総出で引き上げる。 アラミみ腰が先に引き上げれば、翌年は法上。男者が先に引き上げれば、翌年は豊漁。ありがとうございます。